黙った。届くかな。さあ。久しぶりの味噌です。よし。はい、今回野本久々に愛媛県の味噌つぶての丘にやってきました。はい、味噌を最近どうかなと、はい、やってきました。何度かね、来たことがあるんですけど、ここではね、なかなか楽しい思いしました。一旦前景見てみましょう。味噌のつぶての丘前景になります。ちょっとね、潮が高いんでね、ちょっと一旦高いところで一応構えております。はい、本当はねこの辺でできるんですけど、ちょっとね大潮の関係があってちょっとまだできるような感じじゃない。もう地折りですね。地磯みたいな感じですね。久しぶりの味噌ね、楽しませてくれるんでしょうか。こんな感じで、本当はねこの下の方でいつもやってるんですけど、一段高いところから始めてみたいと思います。最近なんか大潮ばっかり長くてね、大潮って行くとないよ、ほんま。ということでね、今回無償で遊んでいきたいと思います。じゃあ、今回使用するタックルです。ではやっていきましょう。ちょっと情報によったらね、ウスバもなんかいるそうなんで、もうここで国見雪もう一つ取られたら、もう安いやつに変えます。まあ大潮の引きの割にしてはまあそんなに速くないかな。引き始めたら速くなるかもわからんですけどね。今のところそんな気にする感じじゃないです。まあ2頭3頭でちょっと餌落ちてるんで、ちょっと棚浅くしますね。餌取りの活性が高いのかな。サトリ多いっすね、これ。
ちゃいますね。下が今北広ちょっとやってるんですけど、仕掛けが馴染む前に多分餌取りにやられてると思うんで、ここなんですよね。まあ潮はそんな速くないんですよ。でもガンダムとかもう破裂に打って早くもう馴染ますかしかないんじゃないですかね。まあ多分親ピッチャーと、まあ薄場餌取るかなと。ええ方向にね、状況が変わればいいかなと思います。ではやっていきましょう。なんか来たぞ、なんか来た、よっしゃ、ブルじゃないねこれ、そんな浮いてくんもね。あ、ハゼだ、トン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 ってやつ。何やろ、ハリハズレ、何やろ。これは何なん、イグイぞこれ、イグイ、イグイ、これイグイっすね。何の当たりもなかったっすね。ちっちゃちっちゃ、やっと来たと思ったらちっちゃ。親やんのこい、親を、親連れてこい。なんとか一匹来ました。何この大きさ。あの餌取りの下抜けたら多分ね、いるにはいると思います。ちょっと難しい中、なんとかまあ顔だけでも見れてよかったです。餌取るのやっぱ下なんですよね。ちょっとそれを意識してね、やってみたいと思います。 28.5 長です。はい、ありがとうございます。まあ来てくれただけでね、嬉しいです。まあグレ自体はそんなにね、冷たくないんで、ちょっと頑張ってやってみます。あら前、ほらほら、
こいつさっきちょっと足元で見えよったなってな、ちょっと出てきよったもんね、お前にゃにゃ一瞬こいつ急ぎ輪から見えちゃったんですよ。まさかと思うてやったらまんまと食ってきやがった。へっへっへっ、よかったよかった。よしゃ測りましょう。お腹でっぷりですよこれ。35ぐらい、お腹でっぷり35です。やっぱそんな冷たくないですね。こいつ足元に おったね、遠投してもね餌がずっと残らないんでね、まあまさか狙ってみようかなと思って狙ってきたっすからね、まあ、これも実力のうちですよね。ありがとうございます。はい、なんだかんだでね35ぐらいよかったっす。チャレンジしてみるもんですね。よし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 、十分ですもん。はい、あとはもうのんびりやっていきます。はぁ、助かった、よかったよかった。ちょっとねさっき足元で見えてたやつたまたま釣れたんで、まあでまた足元でねちょっと見え出したらまた狙ってみるのもありかなと思います。なんなやお前かや。チャンスと思ったね。こいつがワイチューワイ、こいつが、この薄葉の量よ。黙った、届くかな。さあ薄葉やられた。よし、危ない、道井と噛まれた、危ない。これ液薄葉は嫌よ。ふう見てこれ、あぶもう危ないことなくしちゃったもん。これだけ薄葉は困る。まあなんとか救出したんでよしとしましょう。うんうん、釣れちゃうぞ。おい、痛いろうね。ぶっすり刺さっちゃうもん。餌取りがエグい、ほんまに。これもう5匹も6匹も釣れるような環境じゃないっす。沖投げても座り、手前も座り、全体的に餌取りがすごいんでしょうね。その中で足元でおやっていうやつが来たんですよ。ダメ元でちょっと朝棚で来てくれたんで、
運が良かったんですかね。まあ、一旦浄化どうぞ。本日の浄化です。最近寂しいっすね。で今回ちょっと餌取るの活性がねものすごく高くて、まあ一頭もスバルで帰ってくる状態で、なんとかねこの35グレはちょっとサイトでなんとか釣ることができたんですが、この後がちょっとね続かなかったですね。まあまあ一応顔が見れただけよしとしましょうか。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。まあねこの時期ねこの豊後水道自体全体的にちょっと厳しいものがあると思うんですが、まあその中でもなんとかこうねこれ釣ることができたんでねよしとしましょう。まあ久々の未勝でしたし楽しめました。はい、では今回は、愛媛県の未勝の方で磯釣りやってみました。それではご視聴ありがとうございました。そうですね、今日ちょっといろいろちょっと考えたんですが、ハリスヒトヒロとかでまあ普段やらないような仕掛けでやってたんですが、ずっとスバリの状態とことは、やっぱコマセに反応して薄葉も沖に出ていってた、それでまあ刺し餌も取られてた、まあその他の餌取りもいると思うんですが、下手すりゃもうちょっと浅い棚を初めからやってたらね、ひょっとしたらもう1枚ぐらいでも開いてたかなと思いますね。次回からもまあこういう状況があればもうちょっと浅い棚からね、沖の方も攻めていってもいいかなと思います。こんな感じですかね、反省点といえば。はい、厳しいですけど頑張っていきましょう。では、あー数釣りしたかったな。まあでもよしでしょう。はい、久しぶりのつぶての丘楽しめました。ご視聴ありがとうございました。